ユートは、オーストラリアの自動車メーカー、ホールデンによって生産された、クーペユーティリティ型のピックアップトラックで、ベースは、コモドアである。ただし、ユートとは、オーストラリアにおける、ピックアップトラックすべての故障である。よって、本校にて解説している、コモドアをベースとした、ユートのことは、コモドアユートと呼ぶことが正しいと思われる。なぜならば、ユートとは、 ユーティリティの略であり、ボディ形状を示すものであるからである。例として、同社のスポーツユーティリティビークルであるホールデンコロラド7がベースとなったピックアップトラックはコロラドユートと呼ばれる。ビューユート2000年8月に VS コモドアのピックアップトラックモデルであるコモドアユーティリティの後継として VX コモドアをベースに発売。形式はビュー。 ホイールベースは VT コモドアワゴンと同じに1 9 3 9 m m であった。インテリアは VX コモドアと共通であったが装備については向上され外観も変更された。エンジンは V63.8L エコテイクと V85.7L ジェネレーション3を搭載した。2002年8月 VX コモドアシリーズ2と同様の変更。また、 V8 エンジンの出力を 225kW から 5kW 向上。VYU と2002年9月、販売開始。VY コモドアが、ベースで、形式も、コモドアシリーズと同じ VY となった。4ドアモデルも追加され、ホールデンクルーマンとして販売された。ホイールベースは、U とが 2939mm に対し、クルーマンは 3206mm であった。 また過失調は、ユートが 2193mm なのに対し、クルーマンは 1463mm であった。搭載するエンジンは、ビューユートと同一であった。2003年12月、クルーマンに4輪駆動モデル、クルーマンクロス8追加。V8 エンジンを搭載した。VZ ユート2004年8月、販売開始。 VZ コモドアをベースとし、VYU と同様、形式は、コモドアシリーズと同一であった。また、クルーマンも用意された。エンジンは、V6 エンジンが、新型のアロイテック V63.6 リットルに変更され、V8 エンジンは5.7リットルジェネレーション3と、後に6リットル L76 型を搭載。2006年1月、 V8 エンジンを6リットルジェネレーション 4L76 型に変更。2007年9月、生産終了。4ドアモデルと 4WD モデルはこのモデルで廃止された。VEU と2007年8月、発表。同月末、発売開始。フルモデルチェンジした VE コモドアがベース。2008年3月、ニューヨーク国際オートショーで。 同社のバッジエンジニアリング社、ポンティアック G8ST を発表。エンジンは、V63.6 リットルアロイテックと、V63.6 リットル LPG アロイテック、V86 リットルジェネレーション4アロイが搭載された。また 4WD モデルや、4ドアモデルは用意されなかった。なお、このモデルは現在愛知県のオートプレステージにより、日本国内で販売されている。 2017年10月、ホールデンの国内生産撤退に伴い、廃止。オーストラリアでピックアップトラックを表す、ウーテから。この言葉は、ユーティリティの短縮型とされる。ありがとうございます。